ある男が自殺を考えた時にできたことです。風はない、星も消えた、人声も絶えた。この駅を出た列車がすでに山の向こうで雨息を吐く。俺と俺の影と駅長と駅長の影と、ただそれだけがあった。夕めきと文字にわめた花の下、考える影にため息吐きと吐きかけ。夕めきと文字揺らめく街灯の下、足元に生きてる気配が薄らぐ。帰れる道を天に向けて、男は薄笑いを浮かべる。その時かすかに風に揺られ、花から落ちるしずく石が、ああなんとかなるさ、ああ生きてさえいれば、生きてさえいれば。見はるかす高原は太古からのようにしんしんと暗い。その中で秋の草が発火の匂いをさせて寝ていた。このプラットホームは闇の中に照明された白い舞台だ。俺は舞台を降りて右の方へと歩く。道はないから線路沿いに左の方へと歩いていく。もうそこは一面の赤。突然震え出す寒さに気づく男、足元と大地がかかとに感じる。あがけかかっていたマフラーを締め直し、凍えた両手に息を吹きかける。男はそこのすまし耳当てる。歳を痛み木に抱きついて、その時暖かな木肌から幹から吸い上げる雫石が、ああなんとかなるさ、ああ生きてさえいれば、なんとかなるさ、ああ生きてさえいれば。
一人差す有効のうち短期また上昇する森林人を知れず目に月光りて相手の心はなんとかなるさ生きてさえいればなんとかなるさ生きてさえいれば